10月15日、川崎市中原区にある武蔵小杉東急スクエアで、施設従業員と市内在住の小学生とその保護者が参加した武蔵小杉東急スクエア子ども防災訓練が行われました。商業施設で各フロアで消防自衛地区隊というものを組織しておりまして、その地区隊での消防訓練は法律上定められていることでもあります。それに加えて東急スクエアに関しては館の構造が複雑であったり、館内の動線も狭いところがあったりと、一般のお客様が使うには少し分かりづらいところもあるので、より実際に即してお客様をどう安全に誘導するかということを考えながら実施をしております。防災訓練の前に行われたのは、施設内にある誘導灯の確認です。避難口とそこまでの経路に設置された誘導灯の違いや、買い物かごがいざという時にはヘルメットの代わりになるなど、より具体的なアドバイスが伝えられました。訓練では地震後に火災が発生したと想定し、従業員で構成された地区隊の指示に従い、実際のルートで避難しました。また、災害を想定した体験型の訓練や防災ワークショップも行われました。昨年度も参加させていただいて、昨年度とはまた違った内容になっていて、とても勉強になりました。周りにどんな危険があるのかをいろんな人に説明してもらって体験もできたので、とても楽しかったです。